はい、どうも、こんにちは。これはですね、この前ね、佐藤健監督の本音に混じってで褒めるのも恥ずかしいけど、いつも命がけなとこが好きなところっていうのが、守られなかった者たちへの試写会、完成披露イベントが六本木ヒルズだったんですね。それの、ね、テレビでちょいちょい番宣的にやってますけど、これはね、全文起こしをね、会見全文起こしをしたのがあるんですね。すごいなと、すごい、なんていうの、すごい執念でやったんだなっていうのがあるんで、ちょっと全文をね、見て、たけるくんとこだけ抜粋してみようかなと思うんですけど、まず一発目からいきます。佐藤健。皆様本日は雨の中お越しいただき本当にありがとうございます。佐藤です。東日本大震災というものがどれほどの被害と悲しみを我々にもたらしたかというのは、日本中だけではなく世界中の人々が知るところと思います。しかし実際には震災そのものだけではなく、そこから波及した様々な問題が我々の日常を侵食していて、今回はそのうち生活保護という制度に焦点を当てて撮影させていただきました。初めて原作を読んだ時に、様々なことを教えられ、考えさせられました。今の日本に投げかける意義のある作品になったと思います。受け取っていただけたら幸いです。本日はよろしくお願いします。っての冒頭の挨拶ですね。今回ご覧になった方を目の前にされて、佐藤さんいかがでしょうかっていうことに対してのアンサーですね、タケル君がね。まずクランクインできた時も、やっとここまで来たことすごく嬉しかったんだけど、ただ最後まで撮影ができるかどうかもちょっと不安で、すごく緊張感がある中、不安の中でみんなやってたんで、その映画がいよいよ完成し、皆様に届けられる日が近づいたかと思うと、非常に感慨深いです。ってことですね。佐藤さんと阿部さんは、今回11年ぶりの共演ということで、今回は容疑者として追われるものってことですが、撮影を経て、またその作品をご覧になった印象は、に変化はありますかっていうことで、たける君は、安倍さんは安倍さんですね。11年前に初めてお会いした時から安倍さんでした。かっこ悪い。僕はトリックというドラマが本当に好きすぎて、それがきっかけで役者になりたいと思ったぐらいの作品なんですね。だから、トリックっていう作品で初めてご一緒させてもらったんですけど、監督に直談判して初めて安倍さんとご一緒して、僕の目の前で安倍さんが演じている姿は、今でも鮮明に覚えてて、それぐらい僕にとってかけがえのない時間で、そんな安倍さんと今回この作品でさらに深まった役柄でご一緒できることができて非常に嬉しいですってことですね。倍賞さんと佐藤健君の掛け合いがちょっとあるんですね。ケイさんが本当に過ごしてたんだろうなっていう跡がたくさんあるように、リアリティのある、家屋でしたよねと。トネとカンちゃんとうどんを一緒にすすったりっていうのに対し、倍賞さんがそうですね、うどん美味しかったですよね、佐藤健君、本当に美味しかったです。倍賞さん、すごく食べてましたね。そんなに食べて大丈夫なのってぐらい、佐藤健君、多分10人分ぐらいは、倍賞さん、本当に食べちゃうんですよ。と、MC が、そんなに用意されてたんですねというと、健君が用意されてました。美味しかったので笑いと。吉岡秀隆さんが、健君との絡みのところを言った後と健君の話ですね。本当に独特な緊張感の中で淡々と進むっていう感じは変わらないですけど、僕は安倍さんに護衛されて、たけるくんがわーっと来るときに、たけるくんが一緒にして安倍さんにドンと突き飛ばされて、マットを越えて飛んでいっちゃったんですねと。大丈夫かなと思って、安倍さんちょっとやりすぎじゃないですかって安倍さんに言ったら、本人が思いっきり来てくれって言うんで、って言うんですけれど、一回だけじゃなくて二回も三回もたけるくんが目の前で飛んでいく姿を見て、なんかかわいそうになってきちゃって、すごい現場だなって改めて思ったし、たけるくんの身のこなしというか、本気度というか、それに対する安倍さんの凄さっていうものを、まざまざと目の前で感じさせてもらった、とても素晴らしい現場でした、ということで、MC が、そのシーンに関しては、佐藤さんの方からは思いっきり来てほしいということだったんですよね、というと、たけるくんはそうですね、と。そうですね、言いましたけど、そこまで飛ぶと自分でも思ってなかったです。全員の誤算だったんで、マットから出ちゃったんだと思うんですけど、さすがですと。で、安倍さんが、どんな風にぶつかってもちゃんとこなしてくれるという信頼感があったんで、遠慮せずにやったんですけど、と。たける君は、捕まえるっつうのに飛ばしますからね、捕まえるならそんなに飛ばさなくてもと思いましたけど、笑いと。
佐藤さんご自身が特に印象に残っているシーンはどのあたりでしょうかっていうのに対し、たけるくんが、僕は今日ここにいらっしゃらないけど、永山瑛太さんに怒りをぶつけるシーンがありまして、今回理不尽なことに対する悔しさだったり、怒りだったり、やらせなさみたいな感情を作品を通して、皆様に共感してもらうことが僕の使命なのかなと思っていて、あそこのシーンは台本を読んだ時点で自分にとってもとても大切だと思いました。監督にも何回もやらせてもらって、瑛太さんにも何回も付き合ってもらって良いシーンになったと思いますと、でその後 MC がありがとうございます、ゼゼ監督ね、ゼゼ監督以前佐藤さんとご一緒された8年越しの花嫁奇跡の実話の際も佐藤さんの芝居に向かう姿勢が素晴らしいというふうにおっしゃっていました。今回も実際に実感されていらっしゃいましたかっていうのに、監督が横にいるのであまり褒めるのも恥ずかしいんですけど、たけるくんはいつも命がけてやっているっていうか、そこが尊敬しているところでもあり好きなところでもありますと照れ笑いをした。雨の中で足場が悪かったんですね。それで MC がかなり足場悪かったんですね、佐藤さんはいかがでしたっていうと、たけるくんは走る距離が長かったですね、次の日に僕本当にしんどくて、でも安倍さんはケロッとされてるんですよ、だから安倍さんに大丈夫なんですかって言ったら全然大丈夫ということだったんで、すごいなーって思ったんですけど、時間差だったんです、自分だけきついのかと思ってたんで笑いと。そっか、半年後にね、痛くなったってことですね、安倍さんはね、多分筋を痛めたんですねと。で、あとまあ一通り喋ったと、監督と佐藤さんから皆様に対する一言ずつのご挨拶っていうことで、監督はですね、今回の実際に震災のあった宮城という場所で撮影させていただきました、こういう内容なのに引き受けていただいた宮城の方に本当に感謝しています、当時もまだコロナの、まあそうか、まだコロナっていうか、まあ、コロナ禍でしたよね、全然ね、この時に春馬くんがね自殺した時ですよね、そういう時にもかかわらず僕らを受け入れてくれた現地の方にすごく感謝しています。そこで見聞きし発見したことがこの映画で実際に多く生かされていますし、そして今日は終戦の日で、今後も皆さんに平和な日々が続いていけばいいなと思いますし、平和な日々を目指せるような国にしたいって俺が言うのも気持ち悪いんですけど、かっこ笑い、そうなるようにこの映画が皆さんの生活の日々に支えになればと思っています。いろいろ難しい感じに捉えるかもしれないですけれど、エンターテインメントではあります、フィクションの面白さもあると思いますので、ぜひこの映画を雨の中で走った阿部さんとたけるくんのように一緒に走ってもらえればいいと思います。外に出たら雨は止んでるでしょう、よろしくお願いしますと。で、たけるくんですけど、本日は皆さん本当にありがとうございました。僕がこの完成した映画を見た時に一番胸に残ったことは、命の重さだとか命の尊さだとか、そういうことよりかは誰かが誰かに生きてほしいって思う気持ち、その気持ちに一番僕は心を打たれました。大切な人がいるっていうこと、そんな日常の幸せに感謝し、幸せをかみしめながら同時にみんなでより良い国に、より良い生活を目指して、そのためにどうするべきかを共に考えながら、そんなことを思うきっかけになる映画になってるんじゃないかなと思います。たくさんの方に見ていただきたいと思っております。皆様のお力をお貸しいただければ非常に嬉しいです。本日は本当にありがとうございましたっていう締めくくりですね。宮城がテーマ、震災が宮城がテーマっていうのがとてもそこが興味深いというか、僕がねやっぱりね宮城出身っていうのもあるので、まあ、視聴者の方でもね宮城出身の方もいらっしゃって、出身とか宮城に住んでる方もいらっしゃるので、僕の視聴者の方でもね、やっぱそういう方もねやっぱりこれには思い入れがね、もう今の時点でやっぱりもうすごく共感する部分、実際にねその場所をね見てるだけにですよね、あるかなと思ってて、だから僕はそういう意味でもとてもこれはね、僕のふるさとでもある宮城を舞台にしてくれたっていうところでシンパシーを感じるなーって今のところ思ってるので、ぜひ見たいなと思っております。まあ、そんな感じですね。ではでは。